和良平と申します。良平くん何歳ですか？はい、18です。高校卒業したばっかりの18です。そうです。なるほど。出身地どこですか？栃木県です。栃木県。今日は栃木から来たんですか？いや、今日は神奈川に住んでるんで。あ、なるほど。出身地が栃木っていうこと。趣味なんかありますか？趣味は、まあ、サッカーとかやってました。お、サッカーどれぐらいやってたんですか？はい、いや、一応幼稚園から触ってはいたんですけど、本格的に始めたのは小6です。小6。あ、結構やってますね。特技なんかありますか？特技ですかね。まあ、そんな特にないですけど。特技は特にない。サッカーですか？まあ、好きなだけです。あ、なるほど。はい、じゃあ最後に将来の夢なんかありますか？将来の夢は一応建築系の学校に行ってるんで、建築家になるんです。おお、すごいですね。ありがとうございます。はい。